そうですね、その乳酸菌ってよくお腹を壊した時に飲むとか調子が悪い時に飲むっていう認識はもうほとんどの人がそう思ってると思うんですけど、お腹が壊した時というよりは別に便秘の時に飲んでもいいですし下痢の時に飲んでもいいですし、腸内の環境を整えるために飲むものなんで、最終的な目的は腸の中のこう腸管免疫って言ってこう免疫を高めることによって、それで腸内環境が良くなる方が割合としては大きいんですよ。乳酸菌を直接入れて腸の中にそれが定着するってほとんどないんで、ほとんどが腸の中の免疫を高めることによって腸の環境が良くなるっていう方に目を向けた方が実は体の調子は良くなるんですね。調子が悪い時に飲むっていうのはいいんですけども、それだと一時しのぎになっちゃうんで良くないかなと思ってるんで、そういうことを患者さんによく聞かれますね。